相手選手への印象は試合前と変わりましたか？変わりましたね。変わりましたか？やっぱ熱い男で、まあ小田とどつき合えたんで、記者会見でもすごかったので、なんかそこでもやっぱり見応えがあった試合というか、全然塩試合じゃなくてかなり盛り上がった試合だったと思うので、見てくれてました。もうドキドキしながら、もうちょっと泣きそうになります。すみません。いやいや、もうそれは嬉しかったです。かっこよかったです。まだブレイキングダウンに挑戦する気持ちとかって今あったりしますか？まあそうですね、悔しいんで、やっぱり自分も男やし、やっぱりこれは自分が上がる舞台だと思ってるんで、まあこれからもほんまに、まあ、もし自分を必要としてくれるならば、自分はもう視聴者さんが望むような戦い方、人間でありたいと思います。記者会見の動画も、昨日のインタビューの動画も、新野選手すごい人気で、ツイートがたくさん書かれたので、これからも前向いて頑張ってほしいです。はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。今後の目標などあれば最後にいいですか？まあこのブレイキングラウンドでやっぱり僕も今までほんまにろくでもない人生で、何もかもが中途半端な人生やったんですよ。で、中途半端な人生やったけど、これで人生を変えれるっていうきっかけをくださったやっぱりウッズさんとかサポさんとかには感謝しかないですし、で、ほんまに人生を変えれるなら自分はもう変えたいなと思ってるんで、まあ、これからももうここにある魂はずっと燃え続けてます。いました。もう最後に視聴者さんの皆さんに一言。皆さんすいませんでした。ほんまに自分もほんまに気持ちを出して戦ったんですけど、やっぱり相手の方がやっぱ上でした。これはまあ正直に自分の実力不足であり、ほんまに自分は自信あったんですけど、やっぱり相手の小田選手にはリスペクトがあります。ほんまにまたもし戦えるなら戦いたいと思うぐらいの熱い男でした。皆さんすいませんでした。ほんまに応援してくださった方、スポンサーの様、皆さんほんまありがとうございました。それではシェイノン選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい試合でしたね。ありがとうございます。周りからも今日一番の試合だったって声がありました。嬉しいです。はい、ありがとうございます。あの試合の率直な感想をお願いします。いや、楽しかったですね。最高です。でそれこそ、まあ、ダウンさせて、はい、あのダウンされて、されてっていう、はい、迫力だったんですが、はい、あの目の怪我とか大丈夫だったんですか？あ、大丈夫大丈夫。ちょっとあの目に指が入っちゃっただけで。あ、そうなんですか。はい、大丈夫です。いやでも今の感じからもすごい試合を楽しんだような感じが伝わってきま す、ね、楽しかったですね。相手の選手どうでした？いや、最高の相手ですね。やっぱずっとこう殴り合ってくれると面白い、こうみんなが見たがる喧嘩みたいな試合ができるんで、はい、やっぱり僕もそれがやりたかったんで、はいはいはい、楽しかったですね。それこそね、大阪戦の、まあ、第一試合ということで、はい、結構勢いがねチームにいけたんじゃないですか？そうですね、うん、いいスタートが切れてよかったですね、はい、チームメンバーは何て教えてるんですか？まあお前が待ちたらあれだよねって言われてたんではいはい、プレッシャーをかけてます。かつてギリギリだったんですけど、よかったです、ね、いやすごい、まさにブレイキングダウンの試合。ありがとう、それは最高の褒め言葉です、はい。